元気にしてる思い出してたよ君の声姿どんな仕草ももっと話してみなくちゃわかり合えないなんて日もたくさんあったよね大人になって行くほど余裕なんてなくて傷つけ合ってそれでもまた会いたくなるんだよ当たり前だった日常がまるで奇跡みたいにキラキラ一番大切な君へ届いて届いて